西村経済再生担当大臣は、全国39の県で緊急事態宣言が解除されて初めての週末を迎え、あちこちで気の緩みが見られると述べ、人手の増加に懸念を示しました。あちこちで少し気の緩みが見られるのかなということを大変心配をしております。そこで気の緩みがあると再び大きな流行になるということをぜひご理解をいただきたいと。 西村大臣は気が緩むと2週間後に新型コロナウイルスの新たな感染者が増えるとして引き続き感染防止策を講じるよう呼びかけました。